はい、今日はチコリボード、チコリを使った前菜作っていきたいと思います。はい、チコリをお皿に並べていきます。今日は2種類、作っていきます。ちょっと舌を整えた方が綺麗かなと思います。チコリをお皿代わりに使ったチコリボード、はい、一つはマスカルポーネ大さじ1ぐらいを上にのせて、はい、こっちはお刺身用のサーモン、粗くみじん切りにしたものマスカルポーネを入れます。こっちの方は塩味が少し足りないので塩を少々入れて、イクラは結構塩味が効いているのでそっちの方には塩入れないでください。マスカルポーネじゃなくてもカッテージチーズでもクリームチーズでもお好みで使ってください。はい、サーモンの方もよく混ぜてチコリの上に乗せます。ディルを飾っていきます。マスカルポーネだけのところにイクラを乗せて、最後にブラックオリーブをスライスしたもの乗せて完成です。ちょっと傾いちゃったりするのは黒いお皿なので最後にブラックオリーブを下に忍ばせてしています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。